お帰りなさい。次はですね AC2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説の、紹介コーナーとなります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いしていいですか。はい、AC2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説へのプロデューサーをしておりますスクエアエニックスの早坂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのタイトル発表から多分4年ぐらい、そうですね、結構3年とか2年結構経ちましたね。そうですね、経ちましたけれども、はい、僕もすごい発表からめちゃくちゃ楽しみにして、 ありがとうございます。11月についにその時が来たかという感じで楽しみにしていて、はい、まあ、今回ブースにも出展されて、そうですね、はい、たくさんの方がプレイされていると思いますけど、今のところお客さんの反応はいかがですか。あ、でもすごい楽しんでやっていただけてますね。お客さんの層としても、まあ、若い方から本当にお子さんまで、お父さんが多分昔遊んでたお父さんが自分の子供連れてきてみたいなのも光景も見れてすごい嬉しいなって、ね、はい、なんかそのリメイクとか最近多いですけど、ファミコンのゲームのリメイクっていうのは結構珍しいんじゃないかっていう気がして、そうですね、まあ、1988年のゲームを、まあ、それまで何回かリメイクはされてますけど、はいはい、また現代にってところで、はい、なかなか珍しいパターンなんじゃないかなと。珍しいですよね。結構ね、もちろんビジュアルが今回 HD2D っていうオクトパストラベラーから、はい、始まるそのビジュアルスタイルになるんですけれども、結構そのストーリーの部分とかゲームプレイとかいろいろと変更を施す必要もあったのかなと思いますけど、そのあたりはそのドラクエ3っていう、まあ、不幸の名作ではありますけれども、リメイクするっていうのは結構大変なことだったのではないでしょうか。いや、そうです。なんでも僕は失敗したらこの業界に入れないと思って、そういう気持ちでもう背水の陣としてやってましたね、はい、偉大なゲームですからね。そうですね。ちょっと今回実際に持ってきていただいているので、プレイしながらちょっとさらにいろいろと詳しく聞いていければと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ早速プレイしていこうと思います、はいはい、まあ、こちらの実際に TGS で使用できるロムを持ってきてますので、はい、同じやつなんですね、はい、今回はこのレベル13から始まるパートでどういうパートになるんでしょうか。はい、はい、でこちらはちょっと自由に散策できるモード用のセーブデータになってまして、まずこのバトルロード上っていう、まあ、これまさに今回新しく追加になった要素のところなんですけど、まあちょっとここはじゃあちょっと後ほどというところで、まずはせっかく HD2D なので街の中を、いや街とか見たいですね、はい、見てもらっていこうかなと思います。結構もともとある街をその作る上で、まあやっぱりそのかなり原始的なビジュアルだったじゃないですか、うんうんうん、そこをこうなんていうんですか、こう HD2D で蘇らせる上でその気を使った点とかっていうのはどのあたりになるんでしょうか。あ、それで言うと実は建物の配置とかは原作ほぼそのまんま、広さはすごく変わってるんですけど、はい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 、建物の位置関係はそのままにしてっていうところはちょっとこだわってやっていたりしますね。そうなんですね。ただその NPC がこう街歩いたりしてて、それは全部基本セリフは同じですか。あ、はい、基本的に同じです。まあ、ヒントとかを出す NPC は分かりやすくするために、まあ、もうちょっと追加していたりはするんですけど、基本は原作ままですね。そうなんですね。僕昨日ちょっと序盤の方をプレイさせていただいて印象的だったのが、結構そのメインシナリオに関して追加の回想シーンが入ってたりとか、キャラクターにより文脈を与えるようなセリフがあったりとかっていう、そのシナリオが結構追加されてるなと思ったんですけど、そのあたりの意図についてぜひ聞かせてください。そこはあれですね、やっぱり次の行き先がちょっと原作の時だと、まあ、容量の関係とかがあって文字がたくさん使えないので言い切れてなかったみたいなところを、今回ちゃんと次はここだからどこに行くのじゃぞみたいな、そういったヒントとかはさらに現代のゲームとして分かりやすくするためにいろいろ追加していたりっていうのが多いですかね、はい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 。ストーリーに関してはどうですか。ストーリーもよりこうちょっと膨らませてる形ですか。あ、そうですね、やっぱ特にやっぱお父さんの、勇者のお父さんのオルテガのシナリオなんかは、はいはい、やっぱこれも、まあ、原作できっともっと描きたかっただろうみたいなところを、まあ、今回堀井先生とお話しして、こういうのを追加したらさらにお客さんがオルテガのシナリオ喜んでくれると思うんですっていうところでいろいろ追加させてもらってますね。そのあたりは堀井先生が結構細かく関わってらっしゃる感じですか。あ、そうですね、堀井さん本当に、まあ、リメイクとはいえかなり深く関わっていただいてて、やっぱすごく堀井先生としても思い入れのある作品、当時自分が全部自分で作ってたやつなので、まあ、シナリオもそうですし細かい仕様の変更箇所とかもすごく細かく見てもらってましたね。あ、そうなんですね、はい、細かく見てらっしゃるんですね、はい、それは結構ファンも聞いてて嬉しいんじゃないかなと思います。HD2D というビジュアルは先ほども言ったようにオクトパストラベラーから始まってて、今結構いろんなゲームにスクエニックさんのタイトルで使われてるんですけど、結構 それぞれのタイトルにこうやっぱりその合ったスタイルっていうのがあると思いますけど、その HD2D をドラクエでやる上でなんかこうオクトパストラベラーとまた違った表現
施した部分っていうのはあったりするんですか。あの一番はやっぱこのドラクエらしい色彩感、ビビッドな感じですね。これまでの HD3 タイトルってどちらかというと旧スクウェア、ファイナルファンタジーよりの、エニックス側よりもスクウェア側の、そうなんです、ちょっと大人っぽいシックな色合いだったんですけど、やっぱドラクエってこの、まあ、今映ってるまさにこの草っぱらとかがすごくビビッドな緑っていうのがやっぱ特徴的なので、だからそこのドラクエらしい色味をHD2D でやるっていうのが初めてだったので、そこかなり苦労したポイントですね。眩しいぐらいの色合いですもんね、本当に。あ、そうですそうですそうです。そこがその HD2D との相性としてはどうですか。あ、でもまあ今ご覧いただいているようにはすごくいいところに落ち着いたんじゃないかなと思います。本当そうですよね、綺麗ですよね。あのキャラクターに関してはその、まあ、ドットになってるわけですけど、それはもうあの鳥山先生のタッチを意識して作ってらっしゃるんでしょうか。あ、もちろんもちろん、あのやっぱりあのなんでしょうね、この偉大なデザイン、各職業の偉大なデザインというのはもう絶対に崩すことがないようにっていうので、もうドッターたちもすごく気を使って作ってくれてますね。うん、そのドットでいうと当然なんかこのドラクエの、 あの3の一つの大きな特徴としては、まあ、酒場で好きな仲間をリクルートして、うんうんうん、あのパーティーに連れて行けるということだと思いますけど、はいはい、それもあの過去よりはいろんなあのその絵のキャラクターが揃っている感じですか。あ、そうですね、あの今回からあの見た目をかなり変更できるようにしているので、あ、まあ、せっかくなんでちょっと行ってみましょうか。で、アリアファン、ぜひぜひぜひ。そのルイダーの酒場でもちょっと印象的だったのが、そのお姉さんがその主人公に話しかけるときに実は幼馴染でみたいな、あ、はい、そういうのも結構新しい設定だったり、あ、まさに新しい設定ですね、はい、それももちろんあの堀井先生に全部テキスト監修いただいて、はい、追加してます。やっぱり当時88年のゲームとしてはそのすごい斬新だったんですけど、結構ストーリーよりも結構システムのゲーム、職業を変えたり仲間を増やしたりとかっていう部分だったと思うんですけど、そこは今作はあの結構ストーリーも楽しめるものとしてよりこう力が入っているのかなってプレイしてって感じなんですけど、そこは結構力が入っているポイントなんですかね。あ、もうやっぱもちろんその通りですね。まあ、逆にだからこ その原作はどちらかというとシステムの方がまあ売りになってたみたいなところで、ただそれってまあ現代またそれをも全く同じで持ってきても、それよりも今だともうシステムすごいゲームなんてたくさんあるので、まあだから逆になんでしょうね、そのシステムを追加していって戦うってよりはどちらかというとこの昔の良さを生かしてみたいなところでやってますかね。変になんかその今のトレンドを取り入れたりせずにビジュアルとかをこう優雅な感じにして、だけどもあくまであのクラシックな体験ができますよっていうようなスタイルなんですね。はいはい、あくまでも原作の要素はしっかり残しつつ、ただ遊びやすさに関してはもうあの徹底的にブラッシュアップを入れてっていうところでしょうか。具体的にどういった部分がより遊びやすくなってるんでしょうか。そうです、あの装備画面の UI だったりとか、あとはそのバトルの中であのバトルスピードを変えられたりとか、 あとは原作だとセーブが王様でしかできなかったの、今回あのもう今のドラクエの標準として境界でセーブできるようにしてるとか、そういったところですかね。そうなんですね、はい、これがさっきの、お話にあったキャラメイクのポイントですね。まあ、一つの職業で、ルックス A、ルックス B それぞれ4パターンずつ4パターンずつあるんですね、はい、用意してて、あの結構特にこのルックス B なんかはあの可愛い見た目あの揃ってるかなみたいな、この魔法使いちゃんとかもすごい、あ、本当だ、可愛いな、そう、可愛い見た目が揃っていて、で実はこのキャラメイクを入れたいんだっていうのは実は僕があの自分から開発に要望して、あのこういう仕様でもう自分で仕様をまとめてこれでやってくれみたいな、はい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 、この仕様をまとめるだけでもかなり時間、ね、2、3ヶ月ぐらい実はかかって、あのそれぐらいあの思い入れがある。でここ早坂さんが一番こう入れたいと思ってたところなんですね。あ、そうなんです。あのカラーとかも細かく決めれるんですね。そうですね、髪の色とかも、はい、細かく決められて、髪とかその衣装とかもそれぞれパーツごとに色を変えられる感じですか。あ、そうです、パーツ服装自体はやっぱ鳥山先生のデザインを、まあね、あの残したかったので、そこは変えないで、あの髪の色ですね。なるほど、あとキャラ名も決めて衣装も決めて髪の色も決めてっていう感じ で、はい、はいはいはい、でもそこからはこれあの原作にもあったこの種を振るっていうところで、これによって性格ですね、あのこの後の育て方のあの何でしょう、育てやすさが変わってくるこの性格っていうポイントが、はい、これで決まって、でさらに今回でいうとこのボイスの部分ですね、お、はい、すごいいっぱいある全部で、18種類ですかね、はい、用意して、これなんかあのその声を一つずつそのなんかのキーワードに当てるっていうのがなんかドラクエらしい感じがしますね。あ、そうなんです、あの実はこれあの名前全部堀井先生にやっぱり実はあのやっぱこの麗しいとかこのお色気って言葉がやっぱすごい堀井さんらしいなって思いますね。堀井節がちゃんと入ってますね、そうなんです、こういうところにも、はい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 、
はい、というのがキャラメイクのご紹介ですかね。はい、ありがとうございます。あとあの戦闘画面もあのすごい気になるんですけど、この最初にやっぱその自キャラが見えて、はい、あので戦闘に実際に技とかがこうかかると一人称視点に入るっていう、うん、このような戦闘画面を採用した理由についてぜひお聞かせください。あの実はもともとはずっとキャラクターが出てて、攻撃する時もあのキャラクターがあの前に出て切って戻ってみたいなのやっていってたんですけど、ただそうなるとやっぱ原作にあったテンポの良さがすごく失われてしまう。なるほど。っていうところでじゃあ一番いいこのハイブリッドな案は何だろうってなって、あの今回の見た目に落ち着いたというところですね。結構最近のドラクエのナンバリング11とかだと複数のカメラワークとか、うんうん、あるいは自分でキャラを動かすかどうかとかっていう選択肢があったと思うんですけど、うんうん、今作はそのバトルの画面を例えばじゃあ全部引いたあのカメラからにするかどうかとか、そういう選択肢は特には入れてない感じですか。そうですね、それと実は敵の編成数によってカメラの距離っていうのは何パターンか実はあって、はい、なので自分で選べるっていうよりはあのゲーム側で最適 な一番いい見た目になるようにを考えてくれるっていう感じですね、はい、あのちなみにあと僕がちょっとバトルして感じたのがあのこの効果音とかキャラクターのボイスとかによる臨場感がすごく増してるなと思ったんですが、モンスターとかもモンスターごとに違った音がちょっと出たりして、あ、そうですね、はい、そこのこだわりポイントについてもぜひ教えてください。あの僕オクトパストラベラー1の時にサウンドディレクターやってて、ああ、すべての効果音を自分が実はディレクションしてるんで、あの今回もその音楽はもちろん杉山先生の音楽を使わせていただいて、はい、それ以外の効果音、あの環境音とかこのバトルの敵の鳴き声とか呪文の音とかは全部自分がディレクションして、ね、はい、やってますね。結構そこはドラクエもまた難しいところで、あのクラシカルな音がいいんだっていう人もたくさんいる中で、うそういうのも入れつつその新しい音とかボイスとかも入れたりして、そのあたりのバランスっていうのは難しいものだったんでしょうか。あ、そうですね、あのもうこれは本当に感覚の話でしかないんですけど、やっぱオクトパス1であのこういうサウンドが気持ちいいっていうのを一応、まあ、確立したのが自分みたいなところなので、まあ、今回もこうなったら一番今回の HD2D のドラクエ一番気持ちよくなるだろうっていう音のバランスとか、この音の解像度っていうんですかね、古いあのピコピコした音にするかリアルな音にするか、その間がいいかみたいなところを全部自分であのこうしたいっていうので、はい、方針を決めてやっているの で、ね、あのボイスに関してはあのやっぱそのドラクエはボイスがない方がいいっていうユーザーもいる中で、うん、なんかそのボイスをつけるかどうかっていう選択の余地っていうのはあったりするんですか。あ、それで言うと設定自体であのボイスを音量ゼロにすればいつもの、あのポポポポになるんですね、できるので、ただあとはやっぱ今のゲームとして、まあ、ボイスがあった方があの表現の幅も広がるし、うんうんうん、あのそういった意味では入れた方がいいだろうなっていうことですね。今度はあのやっぱボイス入れるとシナリオがボイスに負けないようにそのシナリオの強化っていうのもまた必要になってくると思うんですけど、なんかまあ先ほどオルテガの話とかもありましたけれども、あとその酒場のお姉さんのセリフが設定が増えたりしてっていうのは、そういうのはゲーム全体のキャラクターとかその出来事とかっていうのはそういう形であの膨らまされてるんでしょうか。あ、そうですね、順番としてはどちらかというとボイスがつくからっていうよりはちゃんとお話をしっかり固めてからやってるので、今あれさダンジョンに来たんですかね。そうですね、ちょっと次はダンジョンに行ってみようかなと思いまして。ダンジョンの戦闘画面もすごい奥行きがあってなんかあの魅力的です。なんかオクトパストラベラーとか HD2D ならではの奥行きって感じでいいですね。そうですね、やっぱあのこの奥行き感空気感、あとはまあ今見えてるゴッドレイとかこういうエフェクトを使って綺麗に見せるっていうのがやっぱ HD2D 特徴なので、そしてあとまあこのチリチリ浮かんでるダストみたいなこういうのであのなんていうんですかね、やっぱ空気感がすごく出るんですね。いや本当そうですよね。なんかそのドラクエ8が出た頃になんかその等身大ドラクエというかその鳥山先生の世界の中に初めて実際にこういるような感じがあったんですけど、今回はそのまた違った HD2D という表現でドラクエの世界の中に入れるような感動があっていいですね。そうですね、まあ、アニメ調ではあの8みたいなアニメ調ではないんですけど、まあ、これはこれであの新しいドラクエの世界というのを1個作れたんじゃないかなと。やっぱ当時あのファミコンとかスーパーファミコンでやった時にこのワールドマップを歩いている時にこう伝わってくるこう冒険感みたいな冒険してる感じがなんか当時想像で補ってた部分が今のこの HD3D のワールドマップに現れてるなという感じが個人的にしますね。結構植物とかもすごいなんか逆にすごいリアルな部分とかもあったりして、ありますね、はいはいはい、そこのそのなんていうか ビジュアルのこう逆にすごいビビッドであのなんていうんですかね、こう、まあ、ドラクエならではのこう幻想的な部分と、うん、
リアルな部分っていうのはなんかどういうふうに折り合いをつけていらっしゃるんでしょうか。そこは結構難しいですね。一つ言えるのはオクトパストラベラーとかはどちらかというと背景ってドットをたくさん使っていたんですけど、今回はやっぱそれとはちょっと変えたい、とんで 3D にしようってなった時に、じゃあどこまで 3D を細かくリアルにするかみたいな。であんまりやっぱリアルにしすぎてしまうと、どうしてもやっぱこのドラクエ の、まさに鳥山先生の描いたモンスターのこの感じと乖離が生まれてしまうので、そこと一番いいのはどこかっていうのを細かくちょっとすり合わせしていったみたいな、そういう流れですかね。そういう意味で結構その HD2D というビジュアルももうなんか HD といえばこれじゃなくて、結構その同じ HD の中でもドラクエによったものとか、その旧スクエアによったものとかで、この作品をきっかけにまたそのHD2D の表現の幅が広がるような感じですね。そうです、まさにそのあたりは僕もこれ作るときに言われていて、少なくともオクトパストラベラー2を超えなさいって言われていて、超えるってなんだろうみたいなでもあれと同じ方向で戦っても、それはそれでなんかよろしくないよな、どちらかというと幅を広げる方向っていうので、さっき言ったそのドット の使う部分っていうのをちょっとあえて減らして、今回の 3D をメインにした背景にみたいなのにつながっていきますね。そういう意味では結構そのスクエアエニックスという、こう合併した会社ならではのスクエア寄りのビジュアルとエニックス寄りのビジュアルが今もこう新しい表現方法の中でも存在していて面白いですね。そうですね、HD2D という枠組みの中でそのいろんな種類あるっていうのは結構すごいことなんじゃないかなと思います。いや本当そうですね。結構他社さんとかでも影響を受けて今そういうビジュアルが結構流行ってきたのかなと思います ね。はい。あと先ほどちょっと杉山先生の音楽の話が入ってたんですけど、音楽面もリマスターされてるんでしょうか。そうですね、リマスター実は昔からあるオーケストラ音源というのを今回まあ採用しているので、新しく録音し直したってわけではないんですけど、昔収録されたオーケストラが採用されてるっていうことですね。そうです、杉山先生がご自身で指揮をされていて、東京都交響楽団さんの演奏による、音源ですね。その職業の話さっきちょっとありましたけれども、今回新職業もあるので、ちょっとそちらについての説明もちょっとお願いできればなと思います。わかりました、はい、今ちょうどパーティーの中に新職業のやつがいたと思うので、ちょっとこれを使って、じゃあちょうど言いますね、はい、そして今回新しく追加した職業というのが、魔物使いと呼ばれるもので、魔物使い自体は他のナンバリングにも出てきているんですけど、ちょっとこれを、命令させるにして、そうですね、この魔物使いの特徴としてはバトル面でいうと、もちろん攻撃の技もありつつ、どちらかというと、はい、モンスターが使ってくるような、技というか、舐め回しなんかは分かりやすいんですけど、はい、こういった技だったりとか、あとは毛づくろいというのちょっと回復するやつもあるというのは、どちらかというとオールマイティーに戦えるような職業ですね。面白いですね、このなんか舐め回すとか毛づくろいとか人間がしそうにないような行動をできるということですね、はい、ブレス系も火吐いたりもするので、それなんかそのモンスターから盗むみたいな感じで覚えていくんですか、それとも普通にレベル上げして覚えるっていう。そうですね、ちょっとこいつは特殊な技の覚え方をしていて、その情報っていうのも多分そのうち出てくると思うんですけど、はい、そうなんですね、はい、楽しみです。であとは魔物使いの特徴としては、今回の HD2D 版では魔物がこのいろんなフィールドとかマップの中に隠れているので、そいつを捕まえやすくなるっていうのが実はこの魔物使いの特徴にもなってますね。そうなんですね。ちょうどこの塔の中に確かいた気がするので、じゃ結構そういう意味でも連れているとかなり得する感じになりますね。そうなんです、やっぱ新職業ってドラクエのリメイクだとよく追加になる要素として有名なんですけど、はい、やっぱせっかく追加になるからには美味しい、ちゃんと使いたくなるような、そうですね、使いたくなるようなやつが良いなっていうところで、バトルとしても結構強いし、そういったフィールドで歩いていてもメリットがあるしみたいな、はいはいはい、結構その職業システムが導入されて転職もできたりしてっていう、すごい斬新だったゲームなわけですけれども、逆に言うとその仲間が喋らないとか、パーティーメンバーとしてその会話が発生しないっていう部分もあると思うんですけど、うん、そこは今作何か変えているのか、それとも変えていないのであれば、そのなんていうんですか、それがなくてもストーリーとしてちゃんと成立するようになんか工夫している点っていうのはあったりするんでしょうか。そうですね、仲間を会話させるようにするかって議論確かにあったんですけど、やっぱドラクエ3って自分で
仲間を作ってその想像して楽しむ、これはこういうキャラっていうのを想像して楽しむところに僕らがテキストを与えてしまうと僕らが勝手に決めつけてしまうことにつながるので、それをお客さんの想像を邪魔するから、はいはい、あのもうやりたくないっていうので、はいはい、あの早々になくしました。それがドラクエ3という作品なのだと。あ、そうです、そうです、はい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 、そうなんですね。これが他のナンバリングだったらまた分かんないですけど、やっぱ3って当時はそうやって例えば自分の友達の名前をつけたりしてやってたと思うので、まあそこは変えちゃいけないだろうというところ。はい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 、まあ、今回はあのもちろんそのドラクエ3の原作ファンの方が皆さんプレイされるのかなと思いますけど、その TGS の会場でも結構若い方がたくさんプレイされていて、その今の若い人にとってそのちゃんとドラクエ3という作品が楽しめるものになっていると思いますか。ああ、思いますね。これ堀井先生も言ってるんですけど、やっぱ今回のリメイクをドラクエの入り口としてほしい。まあ、それぐらいやっぱ昔から、まあ、とてもシステムとしての完成度も高いですし、長すぎない複雑すぎないっていうところで逆に入り口としてちょうどいいんじゃないか。はい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 、でお話としてもすごく分かりやすいですし。そうですね、うんうん、今最近のゲームどうしても結構ねストーリーがすごい凝ったものだったりボリュームがすごいあったりするっていう意味では、はい、結構程よいバランスの作品になってるかもしれないですね。そうです、やっぱトリプル A でねすごいゲームなんて本当にたくさんあるんですけど、はい、逆にそことはちょっと一歩違う、一歩引いてる部分というか、一周回ってなんか今の時代に新しいみたいな。すごいわかります。僕もなんかいろいろとそういうオープンワールドのゲームとか遊んでると、うんうんうん、ドラクエ3見るとなんかこうね実家に帰ってきたような安心感がちょっとあってそうですね、やっぱそういうなんか温かみとか、ね、このちょっと安心してるってところなんかすごいドラクエの特徴だと思いますね。そういう部分はかなりねそのビジュアルとかでも表現されてるのかなと思うので、うんうん、はい、なんか僕もちょっとこう待てなくてプレイステーションとかに出てる一応あれもリメイクですけどドラクエ3やり始めたんですけど、うん、はいはい、いやでも僕はこのビジュアルでやりたいなと思ってちょっとまた我慢して。あ、今PS とかスイッチ版とかにも移植のやつ出てはいますけど、それと比較してやってもらってるのももしかしたら楽しいかもしれないですね。どこが変わってるんだろうみたいな。あ、そうですね、そうですね、はい、というところでそろそろ時間が迫ってきたのかなと思いますので、はい、映像スタジオの方に戻していただければと思います。ということでちょっと改めて発売時期とかプラットフォームの情報をお願いします。はい、本作はですね、11月14日発売となっております。その中でプラットフォームに関しては PS5、スイッチ、Steam、それから Xboxとマイクロソフト PC 版というのが発売になってきます。で、Steam 版に関しては11月15日発売になるので、はい、そこはご注意くださいというところでしょうか。はい、楽しみにしております。あとですね、スイッチ版に関して言えば今はちょっと PC 版でのプレイだったんですけれども、プラットフォームごとのその違いというのはあったりするんでしょうか。ゲームの中身としては一切ないですが、全部同じ中身になってますので、はい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 、本当にご自身の好きなプラットフォームで買っていただければ大丈夫です。今日ビジュアル面に関してもなんていうんですかね、すごく、まあ、オクトパストラベラーはもともとスイッチのファーストパーティータイトルだったということもあって、うん、このスイッチでこのビジュアルを実現するっていうのは特にこう苦労した点とかっていうのはあったりしたんでしょうか。あ、そうですね、やっぱハードの特性に合わせて HD2D をでもすごく綺麗にしなきゃいけないってところで最適化とかが大変だった部分はあるんですけど、そこはもう開発チームがすごい頑張ってやってくれたので、はい、なんでまあどのプラットフォームで遊んでもちゃんと綺麗に遊べるんじゃないかなと思います。はいはいはい、楽しみしております。あとはもうその結構発表してから時間が経ったという話は先ほどあったんですけど、その開発の中で特にここはすごい時間がかかったとか、ここはすごい大変だったとかっていう部分はあったりするんでしょうか。マップの広さをどれぐらいにするか、あ、原作からどこまで広げるかってところやっぱ一番苦労していて、あ、なるほど、そのマップが狭いとそれはそれで密度感は出るんですけど、一方で、まあ、プレイ時間としてはすごいキュッとなってしまうみたいな、はい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 、逆に広くしすぎると今度はスカスカに見えちゃう。じゃあどこが一番最適なんだろうっていうのを本当に最初の1年2年ぐらいはそこに費やしたぐらい、規模をどうしていくのかっていう、そのマップとかの、あ、そうですね、やっぱ HD2D の奥行きを表現するにも一番最適な広さってなんだろうみたいなところは本当に長い時間かかったところでした、ね、そこの最終的な落としどころとしてはどうですか。その原作と比べてどれぐらいマップっていうのは大きくなってるんでしょうか。あ、でも単純比較っていうと本当にどんぐらいですかね、4倍5倍ぐらいには各タウンはなってるんじゃないかなと思いますけどね。なんかその最初のレーベとかまで歩いたりして、なんか感覚としては
当時と同じぐらいだなと思うんですけど、実はかなり大きくなってるんですね。あ、さ、フィールド自体はあのまたちょっとあのサイズ感異なるんですけど、本当にタウンのサイズなんかでいうと、あの本当3、4倍か4倍、5倍ぐらい広くなってる場所もあるかと思います。はい、それに合わせてその広くするあのとともに、そのフィールドでできることとか遊びの要素とか収集できるものとか、そういうのもいろいろ増やしていたりするんですか？あ、そうです。やっぱその広くしただけじゃスカスカで別に面白くもなんともないので、今回でいうとそのキラキラポイントって呼ばれているようなアイテムが拾えてすごくちょっとお得になるみたいなポイントがあるので、それを全世界に散りばめて、あの、あそこちょっと光ってるから行ってみたいって、このフィールドでの遊びみたいなものを追加していたりとか、あとはさっきあの言ったそのバトルロード上であの戦わされるモンスターなんかがちょっと隠れてる、あの隠しマップみたいなのも全世界に散りばめてあるので、こちらのシステムについてもちょっと教えてもらっていいですか？バトルロードについて。あ、そうですね、すいません、バトルロードご紹介がちょっと時間内でできなかったんですけど、あの今回の新要素として、あのさっき言った魔物使いなんかを使って、あの全世界に散らばってるモンスターを捕まえて、そいつらを戦わせることができる、まあバトルロード上という、まあ、ドラクエ8にあったのに近しいシステムを採用していますね。そこも含めてやり込むと結構なボリュームになるんでしょうね、ゲーム自体も。そのオリジナルと比べても。あ、そうです、オリジナルに比べてもあの結構なボリューム数になってると思いますね。基本的にみんなテストプレイの時間もやっぱ原則よりはあのクリア時間かかっていたと思います。やっぱかかってるんですね。はい、そのバトルロード以外にすごいそのよりその時間とかボリュームが増している部分っていうのはどのあたりになるんですかね。それでいうと、あとはあのまだこの後情報が出るやつで言うと、あのエンドコンテンツなんかももちろん用意していますし、あとはエンドコンテンツは新しいものを完全に用意しているという感じですか？あ、そうですね、ちょっとそこはまだ言えないんですけど、あのいろいろ用意してございます。お、楽しみですね。はい、それ以外にもなんかその本編に関してもあのその実際はその原作になかったようなものをたくさん実装してるっていう。そしてやっぱお話周りがそれでいうと、追加はありますかね。まあ、もちろん僕らどちらかというと原作を尊重して、はいはいはい、その中でプラスアルファのお話を追加しているので、たくさん入れてるってわけではないんですけど、それでも昔の原作よりはちゃんといろいろ増やしていってるので、はい、そこでもボリュームアップできてるんじゃないかなと思います。はいはいはい、あの今回あの TGS でもその出展してたくさんの方がプレイしてるわけですけど、あのちょっとブースの内容についてあのご紹介いただいてもよろしいですか？あ、はい、まあ、さっき、ご覧いただいたこのロムが遊べる私有台っていうのを、はい、あの60台ほど用意して60台、はい、いたりとか。まあ、どれくらいの待ち時間になってるんですか？あの今日は一番長くて120分待ちでした。90から120をこう行ったり来たりしてるぐらい、ね、あのとても人気のある方になってて安心なんですけど、はいはいはい、まあ、それ以外だと、あと神田田あ、ね、とあの写真が撮れるというこいつとブースがあったりとか、あとはあのもう一個あのロトの剣とか鎧とかをあの展示していたりもする、あのすごいみんなが写真撮って帰る、あの人気スポットになってるんですけど、僕も撮っちゃいました。はい、ありがとうございます。はい、っていうのがあの僕らの今回のメインの展示ですかね。はい、その4つ のセーブデータからプレイできるというのは、今さっきプレイしていただいたその途中からのこう自由にちょっと世界を探索できるものと、あとは何があるんですか？あ、セーブデータ自体は2つしかなくて。あ、2つなんですね。はい、あの最初から滑りやすと、あとさっきの僕らが遊んだ2つ目で、この中からあの神田田を倒しに行くか、自由に遊ぶか、バトルロードに挑戦するかみたいな。あ、それもあるね。はい、なるほど。そういうところでちょっと分岐していくような感じです。はい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 、僕はあのちょっと最序盤からの部分プレイさせていただいたんですけど、最初のその主人公にいろいろ質問を問いかけるあの性格診断の部分とか、うん、なんかかなり忠実に再現されて、結構やっぱそのまああのこの作品すごい思い出深い場面っていうのはたくさんあるじゃないですか。ラーミアが成長する部分とか、そのあたりってやっぱ当時はすごい現実的なビジュアルだったのを、なんかこうどういうところからその想像を膨らませて今回こう新しいビジュアルに落とし込んでるのでしょうか？想像を膨らませるとやっぱもう僕らが参考にできるのって、まあ当時のあの原作とあとまあテキストぐらいしかないので、もうここからなんでしょうね、あのきっとこういう風にやりたかったんじゃないかっていうのはみんなで話し合いながら、かつまあ HD2D として一番映えるのはどういうあのやり方だろうかっていうところですり合わせていった感じですかね。はい、ありがとうございます。というところでちょっと時間が迫ってきたので、最後にちょっとファンに向けてメッセージを頂戴できればと思います。はい、まあ、今回のドラゴンクエスト3、まあ、原作一番最初は1988年のゲームというところで、まあ、今回そこから30何年の時を経てあのまた現代に蘇らせるみたいな、まあ、もちろんそれまで間リメイクいくつもあったんですけど、まあ、でもやっぱ
これまで作られたリメイクもやっぱ名作としてすごく名高い、あのスーパーファミコン版なんかまさにそうなんですけど、でもそれに負けないぐらいあのドットもこだわってますし、背景もこだわってますし、すごくいいクオリティになってると思うので、ぜひ皆さんあのお買い上げいただいて楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。僕も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。